G20、 これについてもですね、やっぱりアメリカと中国のこの覇権争いに翻弄されました、はい、世界の経済の安定を、まあ、これいろいろと考えるという G20 の役割を果たしたかと言われれば果たしてないですね、やっぱりね、この世界が今直面する最大のリスクは米中この摩擦ですね、はい、これについて具体的な対策が示せなかったっていうのはもう G20 としてはね、失敗だと私は思いますね。でしかもですね、アメリカとイランの緊張の問題、香港のデモの問題、はい、こういうこと真剣にね話し合った形跡もないわけですね、うん、ですからね、やっぱここもお祭り騒ぎになってしまいまして、冷めた目もね結構ある、うん。安倍、責任取りなさい。もう。